さあ気を取り直していきましょう。風間包囲網がだいぶ進んできましたね。細田でいきましょうか。細田でいいですよね、多分。細田でいきます。細田智春くん、こんにちは。僕は2年 C 組の細田智春と言います。皆さんよろしくお願いします。早速怖い話をしますけど、いきなり怖い話をしますけどの振り、水城くん、またトイレ、またトイレ、お前こいつトイレばっかやな、すっきゃな、トイレ、トイレって怖いよね。怖ないよ別に。まあまあ怖い話でもトイレにまつわるものは確かに多いですけどね。トイレに関わるものが一番多いんだよね。トイレは別にでも怖いもんでもない、臭いけど怖いもんではないけどね。本来はトイレってさ、女子はみんな個室じゃない。それに男子だって大きい方は個室でしょ。あの息が詰まるような狭い空間、あれは真面目に怖いよ。そうかな、落ち着くっていう人もいると思うけどね。特に誰もいない夕方のトイレ、寂しくて隙間風かなんかがスースー忍び込んできてなんか嫌だよね。いや風忍び込んできた方がいいし、匂いこもるし、で誰もいい日にトイレの方が思い切ってうんこできるし、ええねん。あんま人いっぱいいるトイレとか嫌やねん。そんなサービスエリアみたいなことないから。普通ドアがギーって開いて誰かが入ってくる。でもそれが誰だかわからない。そして足音だけがコツンコツンって響いてきてこっちに近づいてくる。もしそれが殺人鬼だったら、そんなわけないやん。どういう状況やねん。思わず叫びたくなっちゃうよね。それはまあ殺人鬼やったらね、殺人鬼やったらの話やね。でもそんなないよ、その殺人鬼って。そんな普通におるもんちゃうから。別に殺人鬼ってトイレだけじゃなくてね。別に逆に言ったらトイレじゃないところで殺人鬼が近づいてきても怖いから。そんな心理的なものが作用して自然と怖い話が多く生まれたんだと思う。でもさ、トイレって怖いことが多いよね。じゃあ僕はそのトイレにまつわる話をするからね。やっぱりトイレにまつわることすんねや。え、やめてよ。キツネの話はもうええぞ、マジで。それでね、僕はこれから君のことを確かめたいのさ。いや別に変なことじゃない。僕は霊感が強いってよく言われるんだよ。結構変なものを見てしまうんだな。やっぱちょっと話違うね、でも。僕は君と同じものを感じるんだよね。やめてやめて、もうガチホモやろこれ。なんていうのかな、オーラっていうのかな、オーラ、電波っていうのか波長っていうのか、とにかく君と僕は同種の人間に思えるんだよ。そうかな。それで君と一緒ならばきっと霊気もさらに強まると思うんだ。嫌やな、なんかもう一緒にサウナに付き合ってもらえないかな。嫌やな、なんかしてくるやん絶対。付き合ってくれって言っても変な意味じゃないよ。さっきからこれ何回も言うから、お前がそれ何回も言うから余計おかしい感じなんねん。一緒に行ってほしいところがあるってことだよ。ホテルちゃうやろな、おい。まあ、一応付き合うか。どこ行こうねん。嬉しいな。そう言ってくれると思ったよ。それじゃあ早速行こうか。どこ行くん、どこ行くん。皆さんも一緒にいらしてくださいね。よかったー。なーに、大したところじゃないんです。トイレですよ、トイレ。またトイレ。新校舎のトイレツアーに行こうかと思ってるんですよ。何それ、トイレツアー。新校舎のトイレには何か変なものが出るっていう噂があるもんですから、しりじょうくんと一緒にぜひそれを確かめたいと思いまして。もししりじょうくんがトイレから霊気を感じたら一緒に中に入ってみましょう。何言ってん、なんでしりじょうくんがトイレから霊気、シミがついてるはずなんよ。新校舎の1階の北側にあるトイレだよ。東側じゃなかったっけ、トイレ。何か感じるかい。感じるんだったら正直に言ってくれよ。いや感じないっすよ。まあ厳密に言ったら人入ってんのかな、空いてる、空いてないから、そういうタイプかな。その辺は気になるけどね。そうか、ここからは何も感じないのか。じゃあ次に行ってみようか。南側にあるトイレ、いや感じないっすよ。だからそうか、ここも感じないのか。ふーん、僕は君の霊感を信じようと思うよ。それじゃあ2階に行ってみようか。いや実はね、さっきのトイレ変な噂があるんだよね。僕はあんまり感じないんだけどさ。まあ噂だけどね、噂。さあ着いたよ。さっきのトイレで
ちょ、なんかもうやめて、そういう俺を試すのやめてよ。感じないっつってね。よーく見てよ。どう？何か感じる？感じないっつってんだから。そう、感じないのか。それじゃあ次に行こうか。仕方ないものね。いや、別に残念がっているわけじゃないさ。僕はほんのちょっとだけれど、あのトイレから不思議な感覚を感じるんでね。感じんねや。もしかしたらと思ったんだけど。僕の霊感なんて大して当てにならないからね。僕は君が発している不思議なオーラの方が偉大だと思ってるからさ。あ、着いたよ。北側にあるトイレ。2階。見えへんつってね。濁った空気が漂ってないかな。君のストレートな意見が聞きたいんだけど。帰りたいってないんかな、もう。感じひんつってね、ほんまに。いや、これもう、徹底的に言うぞ。やっぱりこのトイレには何もないんだ。よかったよ、安心した。ここ噂ないんや。じゃあ3階に行こうか。3階はね、なぜか霊気が溢れてるんだ。だからそういうふりをするなっつね。そういうふうに言ったら、これ誘導尋問やんけ、こんなもん。屋上に近づくにつれてなぜか霊気が強くなっていくんだよね。自殺があるか、あったからちゃうん、その、これ。こないさっき言うとったやん、あいつが。新井が。こういう現象あまりないはずなんだけど、どうしてだろう。それにしても大きな学校だよな。自分で通って言いながらつくづく嫌になってしまうよ。よっこらしょっと。さあ、着いたよ。感じひんのよ。感じるだろう、渦巻くような霊気をさ。どうかな、怖がらなくていいんだよ。僕、君と僕が一緒にいれば霊は襲ってきたりしないから。さあ教えてくれ、君の本当の気持ちを。感じひんつってね、ほんまに。すこにゃー。そう、感じないんだ。そうか。いや、別に気にしないでくれよ。もしかしたら君の方が正しいかもしれないからね。ここで強い霊気を感じるのは僕だけかもしれない。それじゃあ行こうか。あと新校舎のトイレは一つだけだ。そのトイレもやはり何も感じないとしたら、それはやっぱり何もないということなのかもしれないな。言ったやんけ。言ったやろ。俺もうほんま絶対感じんからな。実を言うと、そのトイレからものすごい霊気を感じてんねんな、お前は。もうそんな、君なら間違いない。君だったら絶対に感じるはずだ。なんか人不感症みたいに言うなよ、マジで。はい、感じひん。はい、感じひん。僕シミのとこしか見てへんけど。はい、感じない。え、君だって利用したことがあるだろ。いや、君が悪くてこのトイレは使っていなかったかな。君と一緒ならばこのトイレに潜む何かが見られそうな気がするんだよ。感じないっつってね、ほんま。もうマジでしばきたいな、こいつ。感じない。感じない。本当に感じないのかい。嘘だろ。正直に言ってくれよ。本当は感じるんだろ。感じないって。そうか、仕方ないな。なんで出てきたよ、お前。じゃあ帰ろうか。めっちゃ怖いやん。目がめっちゃ怖い。目の奥よ、みたいな。めっちゃ怖いよ、こいつ。これ以上先輩たちを引き回しても悪いしさ、新聞部に戻って話を続けよう。ちょっと待ってください。僕、急にトイレに行きたくなっちゃって。あ、そう。じゃあ僕たち新聞部に戻っているから後で来てよ。そう言うと細田さんたちは新聞部へ戻っていった。細田さんはまだ不思議そうに首をかしげていた。僕が何も感じなかったことがそんなに不思議なんだろうか。お、やばいぞ。やばいぞ、これ。おっと、そんなことを考える暇はない。僕はトイレに飛び込んだ。中からムッとしたアンモニアの匂いが鼻をつく。学校のトイレは臭い。息を止め、僕は早く用を足すことにした。一番手前の便器に行き、チャックを下ろす。あー、気持ちいい。お？おや？あかん、これゲームオーバーなるかもしれん。やばい。感じなすぎた。後ろで音が聞こえる。やばい。なんだろう。僕が後ろを振り向いた。けれど誰もいない。風の音かもしれない。それとも錯覚か。僕はそう思って手を洗おうとした。ノックの音が聞こえてる。また音がする。変だ、錯覚じゃない。僕はもう一度振り向いた。そして音がするのを待った。ほら、トントントン言うて。聞き間違いじゃない。確かに音が聞こえる。右から2番目の個室の中から。中に誰か入っていないかどうか確かめるのに外からドアを叩くのはよくあることだ。けれど個室の中から音が聞こえてくるなんて。そやで。なんだろう、なんであんな音が聞こえてくるんだろう。絶対に錯覚じゃない。確かに聞こえる。僕は何かに誘われるように音がするドアの前に立った。誰かがいたずらで叩いているのだろうか。僕は全身が震えているのがよくわかった。歯の噛み合う音が自分でもよく聞こえるほどだ。この中に誰かいる。もう逃げた方がいいんじゃないの。霊気を感じるというのはこのことを言うのだろうか。これ、これも、
今からでも言いに行ったら感じるよって。そっとノブに手を伸ばした。どこにノブあんねん、おい。どこにノブあんねん。つるつるに見えるけどな。開けるか、それとも逃げ出すか。ちょ、待って。僕ならでいい？絶対逃げるけどね。逃げよう。え？逃げ出す選んだ。何なんか。怖い！え？動かへん。え、何？ちょっと待って。何も聞かへん、何も聞かへん。え、嘘でしょ？止まった。フリーズ？そんな偶然ある？え？ほんまに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 。まじ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 。バグ？え、まじ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 。何これ？はい？バグったんかな？なんやろ？リセットボタン押してもいいのかな？なんじゃこれ？どうなったんやろ？また一番嫌なところで止まるやん。なんかロード失敗したような感じですよね。なんやろね、これ。よし。じゃあちょっと戻してこようかな、ここまで。はい。で、まあ、逃げるをもう一回選んでみるか。いや、だってほんまに動かないですもん。これ1分とか待った方がいいんかな。いや、これちょっとバグったと思う。ちょっと、やってみますわ。もう一回戻してきますわ、ここまで。とりあえず一回リセットボタンで消したいと思います。はい。さあ、ここまで感じない状態で戻してきましたので、もう一回行ってみましょう。いや、さっきの何やったんやろね。結局、普通スタートボタンとかもほら、こうやって聞くんですよ。スタートボタンも効かなくなっちゃったんで、ほんまに多分フリーズしたと思うんですよ。単純に。そんなことあんのって感じですけど、それはこのゲームとしての仕掛けなのかすらもわからないですね。まあ、とりあえずじゃあ、逃げるをもう一度やってみようかなと思います。来た！よかった！よかった！始まった！こんなところにいられない。僕の第六感がそう言っている。逃げ出さなければ。来た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 。やっぱりロードが単純に進まんかったんや。あ、やばいこれ。ドアに走った。乱暴にノブをつかみ、それをガチャガチャと引き抜くように回した。開かへんねやこれ。うわ、これ死んだ時のやつやん。外側から鍵をかけられたように押そうが引こうがドアはびくともしない。僕はトイレに閉じ込められてしまった。開けてくれ！僕は大声で叫ぶと無我夢中でドアを叩いた。僕の叫びに同調するかのように、個室の内側から打ち鳴らされる音はさらに激しくなっていく。うわぁ！僕は訳もわからず叫んだ。その途端トイレの中は静かになった。は、開いてる！僕は全身で息をした。内臓を吐き出してしまうかと思えるほど僕は大きく息を吐いた。音は止んだ。今までの音が嘘のように今度は静寂が押し寄せてきた。開いた！はぁ！ドアを金槌で叩きつけるような音が響くと全てのドアが一斉に開いた。パッカー開いた。その中を覗き込むんや。何もいない。落ち着け、落ち着くんだ。僕は何度も自分に言い聞かせた。落ち着いてここから脱出する方法を考えなければ。脱出ゲームや。どうしよう。洗面所で顔を洗う。鏡になんか映りそうやな。大きく深呼吸する。臭いしな。もう一度ドアのノブを回してみようか。もう一度ドアを開けてみよう。そう思った僕はドアのノブに手をかけた。そしてゆっくりノブを回した。開いた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 。開くぞ。
ドアが開くと分かったら一刻も早くここを出なければいけない。僕は思い切ってドアを開け、外に飛び出した。ん？何？あれ？そこには僕が出たはずのトイレがあった。どうして？そして急いで振り返ってみた。どっちもあのトイレだ。トイレトゥートイレ。T トゥー T。どういうことこれ？トイレから出られへんだった。そしてそこに膝を落とした。すると勢いよくドアが閉まった。閉まったまたか。僕はドアを開けようとノブに手をかけたが開かない。またさっきの状態に逆戻りだ。これはあかんねや。とりあえず落ち着かないと。あかん。顔洗おうとしてる。顔洗うとあかんね。怖がってはいけないんだ。そうさ。何も怖がることはない。余裕を見せるんだ。よし、顔洗おう。これ顔洗うと死ぬパターンやと思うで。なんか鏡映ったりすんちゃう？他のことを無視するようにして洗面所に向かった。あ、洗面所。おう。鏡に映る僕の顔は髪のように白かった。これが僕の顔か？落ち着け、落ち着くんだ。水道の蛇口をひねる。勢いよく水が吹き出された。冷たい。氷のように冷たい水がざわついた僕の心をシャキッとさせてくれる。手のひらで水をすくうとその中に思い切り顔をうずめた。気持ちいい。だんだん気持ちが落ち着いてきた。この調子だ。そう、これでいい。もう一度手のひらに水をため思い切り顔を濡らす。ヒヤッとした感触が一層僕の心を引き締めてくれる。怖がるからいけないのさ。怖がるから変なものを見てしまうんだ。ふう、さっぱりした。顔を上げて鏡を見る。うん、さっきよりも顔色がいい。だんだん気持ちも落ち着いてきた。おや、鏡に映っている僕の後ろにある黒い影は何だ？何やらぼんやりとした黒い影。あれは何だ？後ろに何かいる？また足が震えてきた。いやー、また何か来とる。また、震えが止まったのにまた歯がガチガチなり始めた。なんだこの気配は。髪の毛を撫で上げられるような気色悪い感覚。うなじを撫でられるようなゾワゾワした嫌悪感。もう一度顔を洗おう。見間違いなんだ。怖い怖いと思うから変なものを見てしまうのさ。蛇口から勢いよく吹き出される水に手を突っ込む。弾かれた水滴が僕のシャツを濡らした。僕はもう一度水の中に顔を埋めた。そして改めて鏡を見る。何もいない。何も映っていない。そう言い聞かせ、顔を上げると、あ、そうかそうか。ゆっくりと目を開いた。ゆっくりゆっくり僕の視界に鏡が映っていく。何もいない。何も見えない。鏡には僕の顔だけが映っている。ほら、やっぱり見間違いだったんだ。落ち着いてよく見れば何も変なものは見えないのさ。よかった。もう一度顔を洗おう。なんか洗うね、もう。もうええて、もう。すっごい何回も洗う。もう、下を向いた瞬間だった。なにこれ！どういうことやねん。お！ブラジャーを目につけてるやつ。なにこれ！誰？洗面所に変なものがいたのは。変なものっていうか顔やん。いつの間にか洗面所に水がいっぱい張っていて、その中に人の顔があった。水面から顔だけ出すようにして腐りかけた顔が僕をじっと見ていた。ゆらゆらと髪の毛がたゆたっている。そうか？綺麗にセットされてる。ただ毛量がすごいのよ。今にもこぼれ落ちそうな二つの目玉が、あれ目玉か？デメキンみたいになってんのか？腐ってぐずぐずにとろけた肉の縁から押し出されそうに揺らめいていた。そしてその顔がニヤーと笑った。うわー！僕は意識がなくなった。どれくらい経ったろうか。首里城くん！首里城くん！誰かが僕を呼んでいる。目を開けるとあの顔が、いや、細田さんの顔だった。大丈夫かい？いつまで経っても君が戻ってこないから心配になって見に来たんだよ。何かあったのかい？何か？何かどころじゃない。僕は何て答えていいかわからなかった。細田さんはその何かを期待しているような顔で僕のことを見ていた。今あったことを話す。僕は今起きたことを彼にすべて話した。そうですか。そんなことが起きたんですか。太っていてよくわからないが、彼の目は遠くを見ているようだ。こら！こら！なんでそこでちょっとディスんねん。トイレのドアは開いていた。あんなに固く閉ざされていたドアがいとも簡単に開いている。細田さんの力はすごい。逃げるなら今だ。僕は細田さんに肩を担がれ、ふらつく足取りでようやくトイレからの脱出に成功した。その時、細田さんがつまずいた。こともあろうか、彼は僕の方に倒れてくる。ぐえ！彼は全体重を僕に乗せてきた。だから太っている人は嫌いだ。え？どういうこと？どういうこと？ふと見ると僕のまっすぐ前には便器の前面部が見える。そうだ、金隠しと呼ばれる部分だ。一瞬そこに何かが見えたような気がした。ごめんごめん、大丈夫かい？金隠しに何か見えた？細田さんはやっと僕の上からどいてくれた。しかし今のは、
そして便器からゴボゴボという音が聞こえてきた。情けないことに僕は腰を抜かしてしまっていた。細田さん、大変です。細田さん。彼はとっくに立ち上がっていた。何か様子が変だ。まだ出ちゃいけないって言ったのに、せっかちだな。彼は便器に向かい歩き出した。そして便器に顔を突っ込んで何かボソボソと話している。とにかくこっから逃げなければ。おい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 、細田さんもやばいぞ。おい、腰が抜けていて思うように動けない。細田さんは今度は便器に手を突っ込んでいた。ズボズボという音とともに何か黒いものを引き出したようだ。お友達がやってきたよ。彼はそう言って僕の方に歩いてきた。ご対面。彼は右手をガバッと差し出した。だからひー、そこにはさっきの洗面所の中の顔があった。だからなんやねんこれ。その生首は彼の手から離れ、ずるずると水を滴らせながら僕の周りを回り始める。おお、その顔はニヤニヤ笑いながら僕の顔を覗き込むと、突然鼻に噛みついてきたんだ。激痛が走る。その顔は僕の顔や体を食いちぎっている。僕の体は腰が抜けている上に金縛りにあったように動かない。もうその顔は僕の喉元の大動脈を食いちぎったらしい。え、あかんやん、死んだやん。だんだん意識が遠のいていく。ぼんやりとした視界にそいつの喉のちぎれた部分から僕の肉片が出てくるのが見えた。細田さんって一体何者だったんだろう。今となってはそんなことはどうでもいい。笑ってる！ダメだよ。また食べたの？食べちゃったらお友達になれないでしょ。彼の声が遠くに聞こえた。そして全てが終わった。なんやねん。何言ってんねん、ほんまに。ちょ、なんやねん。いや、もう、バグった、止まった、あのままでよかった説やんけ。うわー、なんやねん、これ。あかんねや。もうどっかでほな感じなあかんのか。ほなもう最後ですね。これ細田編終わらさなあかんもんね。あー、オッケー。まあちょっと次回にしましょうかね。最後やわ。ほな細田のもうこここそ感じるよねみたいな。あー、でもそこまでいかんほうがいいんかな。そこまでいったら虜にされんのかな。2番目のトイレなんか言っとったやん。で、4番目ぐらいもなんかここでは感じたはずやみたいなこと言っとったと思うね。多分。そのどっちかで感じるって言ってみようか。まあでも、一番最後なんかな。まあまあわからん。とりあえず次回もう一回これトイレ行きますわ。はい。バッドエンド2回目って感じかな。はい。